さて今年もねやっと初めて沖上平山の畑標高800メートルのところに来ることができました。今の状態がね、ちょ待ってカメラで見るよ。そうこういう状態、全然耕してません。隣のこの黒い畑のこの黒いのは牛糞だね。うん、俺は牛糞も何も入れないんだけども、まあ、こういう状態です。ちょっとあそこ緑色なのニンニクなんだけども、また別の動画にしようかな。うん、でね、今日の仕事のメインはこの米ぬか、自然農法の米ぬかいただいてきました。五所川原の方の阿部聖也さんっていう、リンゴとお米やってる、リンゴは有機じゃなくて、リンゴの有機って難しいのよ、だいぶ少ない有機ジャス取ってるのは。やはり農薬ないと厳しい面があるらしくて、それじゃ特別栽培っていう方法をとって、一部許された農薬を少し使って、県農薬みたいな感じかな、でやってます。でその人のお米、これは自然農法のお米なんで、これをいただいてきたんで、畑に撒いていきたいと思います。去年はね、ポリバケツにガバッとあげて、スコップで架空のスコップでバーッと撒いたけど、今年はそれやんないで袋から直接撒いていこうと思います。それはとりあえずね、米ぬか撒いていきたいと思います。で米ぬか撒くところを全部に撒くんじゃなくて、じゃがいもの予定地とニンニクのところに撒きます。じゃがいもを栽培してるとき、栽培中でもいいんだけども、多分今みんな栽培してるときはもう栽培して芽出たりとかしてると思うんだけども、栽培中でもいいんで、米ぬかをやると味が良くなるっていうことが、なんか論文で発表されたんで、米ぬかどんどんと入れすぎはダメだよ、入れすぎはダメだけども、さらっとカサッとかかるくらいに、じゃがいもの畑にかけてあげると味が良くなるみたいなんで、もし近くにコイン精米とかあったら、そこから無料で持てていいですって書いてることあるんで、その場合は無料で袋に入れてもらってきて、自分の畑に撒いてもらえれば、もしかすると美味しいものができるかもしれない。で葉っぱにかければ、葉っぱの葉面微生物っていうものが活性化して、米ぬかを栄養にして微生物が増えて、その微生物が増えることによって病気とかを防ぐこともできるっていう話もあるんで、俺はそういうのも狙ってやってるんで、ね、で今日は10キロぐらいの米ぬか、これ32袋あるんで320キロ、入れていきます。それを早速やっていきます。お、いい米ぬかだ本当に。はい、毎度のこと米ぬかまみれになりますけど、でも結構ね綺麗に曲げるね。ポリバケツにあるよりもこっちの方がいいわ。ポリバケツにあげて持って歩いたりとか手間が省けるんで、これがいいね。もう一回やろう、持ってやろう。結構白くなったね。うん。疲れた。ちょっと休んで、まだやっていきます、これで。とりあえずこれで今狙ってるのは、まあ、畑の養分っていうのもあるけれども、一番は畑の中の微生物、これの活性化。米ぬかって分解が早いんで、すぐ食べてくれて、すぐ土を活性化してくれるんで、微生物のご飯になる起爆剤、微生物の起爆剤になるんで、これを春一番に植えますね。疲れた。まあ全面には巻かないけど、豆類には俺は巻かなくてもいいやと思って巻いてないし、じゃがいもぐらいかな巻いてるのは。うん、まあ、これを続けていきたいと思います。疲れた。
これで一通りね、じゃがいもの予定地に米ぬかを巻き終えました。ちょっと見たルグが、よいしょ、三脚ごと持つとブレるね、やっぱね。よし、まあこういう感じでね、縦20メートル、横15メートルぐらいかなの範囲で米ぬか巻きました。うん、まあこのくらいでいいでしょう。あんまり多いとね、この後土耕すんだけども、数日後ね耕すんだけど、土濡れてる、まあ土が濡れてるから乾いてから耕すんだけども、その時土深くに米ぬかが大量に残ったりすると、逆にね天気的環境、空気がない状態、酸素がない状態で腐敗していくことがあるんで、ほどほどの量で混ぜていく、多すぎない量で巻くっていうのが、まあ一つの俺の気をつけてるポイントになります、ね、もっと巻けるんだけどね、あと10体ぐらいあるんで、10袋ぐらいあるんで、巻けるんだけども、とりあえず巻きすぎてそういう腐敗、腐るようなことになると、そうすると根っこが腐ったりするんで、それは本当にダメなんで、根っこが腐るってことはもう作物育たなくなっちゃうんで、そういうことにはならないように、量は少なめにしてあります。だからその辺も皆さん気をつけてもらえればなと思います。で、もう物が植えてあって、畑の畝の間に俺草を置いてくださいとか、米ぬか巻いてくださいっていうことを何回も動画で話してるんだけども、そういう場合は表面にあるんで、天気的状態じゃなくて後期的条件、常に酸素とか空気にさらされてるんで、それは腐敗することはまずないと思います。まあ、ものすごい量ね、ガバッとこう例えば10センチ20センチとかの厚みで置けば、土の上でも腐敗することはあるけれども、このくらいのさらっとカサッとやったぐらいであれば腐敗することはありません。これを土に混ぜて埋めてしまったりすれば腐ることもあるけれども、ね、だから上とか株元にサラ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 って巻くのはすごくいいことなんで、で腐りもしないんでおすすめなんで、やってみてください。米ぬかをうまく使うこと、今の時代ね、あの玄米みんな食べないんで、やはり米ぬかっていうのは廃棄されたり、もしくはあの米油とかになってるらしいんだけどもね、うん、そういう風になってるんだけども、こういう風に家庭菜園、まあ、これ家庭菜園じゃないけれどもね、規模的にもね、家庭菜園でもどんどん活用できるんで、米ぬかっていうものをどう使っていくかってことをちょっと考えてみて、やってみてほしいなと思います。